浦和生以来の出場になります原和樹です。枝村に代わって原です。8月上旬に左のふくらはぎを、痛めまして長期離脱。さあおよそ1ヶ月半ぶりの試合です。原和樹コーナーキックゴール前こぼれ球決まった。市川です。市川のゴール。コーナーキックからこぼれ球後半の37分。いや大きいゴールですね。喜びを全身で表現します市川大輔。さあエスパルスが先にゴールネットを揺らした。おととし11月以来のこの市川大輔のゴールです。これよく抑えましたねしっかり、このこぼれ球です。しっかりと抑えたシュート。